チン。ライバルが少ない SNS どれですかと。まあ、ツイッターとかインスタとか、いろいろ、もちろんフェイスブックとかもあるんですけども、まあ、LINE っていうのは僕が公式 LINE という形でビジネスをお勧めしてるんですけども、まあ、実はこの LINE っていうのはタイムライン、昔はタイムラインと呼ばれたんですけど、今 LINE ブームっていうのがあって、ここはSNS 的な機能を果たしてて、まあ、動画中心というのがおすすめなんですけども、LINE を SNS って考えると、もう圧倒的に人数が多いんですよね、日本で使われてる。Twitter の場合ぐらいですね、9200万人とか今いるので、まあ、人口が1億2000万人なんで、まあ、ほとんどの人が、4分の3以上が使ってる、まあ、SNS ってことになります。で、通話アプリっていうイメージなんですけども、ブームとかが出てきて SNS として機能してる。なので、まあ、LINE 公式を使う、まあ、LINE 公式っていうのはビジネス用の LINE なんですけども、まあ、これを無料で作れるので、個人でも。これ始められるのがいいかなと思います。そのためのコンサルというのは普段やってます。で、稼ぎ方を学びたい。